ルーマニアの音楽では、ルーマニアの音楽について記述する。ルーマニアは、ルーマニア人、ハンガリー人、ロマ人、など様々な民族、集団からなるヨーロッパ、バルカン半島の国家である。このようなルーマニアの土壌は、様々な民族に由来する要素を合わせ持った音楽的多様性を生み出してきた。十一世紀には、ワールドミュージック、ポップミュージック、ロック、ヒップホップ、 パンクロック、クラブ音楽、ダンス音楽、ヘビーメタルなどのジャンルも盛んである。タラーフと呼ばれるバンドやロマによって演奏される土俗音楽もまた全国的に行われている。トランシルバニア地方は民族音楽の中心地としてルーマニアの他の地域より民族音楽が保存されてきた。バルトークとコダーアイは20世紀初期に多くの民謡を集めた。 ルーマニア民謡で最も広く見られるのは、ドイナと呼ばれるものである。ワールドミュージックで有名なグループには、タラフ・ドゥ・ハイドクス、ファン・ファーレ・チョカルリアなどがいるワラキアは、パラーフバンドのコ地であり、ルーマニアの民族文化の中心地としても最もよく、知られているであろう、地域である。ダンスはブルー、ジャム・パラーレ、スルバ、ホーラなどを含むた、ラーフの音楽と関連している。フィドルによって、 主旋律が演奏され、ツインバロニやコントラバスが伴奏として使用される。歌詞には、ハイドゥクなどの英雄の物語などがある。タラフ・ド・ハイドゥクスは有名なタラーフの一つである。1988年以降、彼らのレコードが国際的に売り出され、注目を集めるようになった。セルビア国境に近いバナト地方では、バイオリンが民族音楽に多用され、 木管楽器と一緒に演奏される。タラゴットも使われるが、現在ではタラゴットの代わりにサクソフォンも用いられる。中央から遠く離れたウクライナに近い北部のブコビナ地方では、原始的な吹奏楽器ティリンカやコブザなどの楽器が用いられる。古いエラシュ、あるいは古いエルマーレと呼ばれる笛も多用される。バイオリニア金管楽器は、現代になってから、 新たに持ち込まれたものである。クリシャナはハンガリー国境に最も近い地方である。この地方では古くからバイオリンが主にリオで用いられてきた。タラゴット奏者ペトリカ・パシカはこの地方のタラゴットの知名度を上げた。沿岸部のドブロジャ地方は人口も多く、また古くからタタール、トルコ、ブルガリアの音楽文化が息づいている地方である。 最も代表的なダンスは、ジャムパラーレと呼ばれるもので、ルーマニアの他の地方のダンスとは大きく異なったもので、ある。これは、ドブロジャ地方がかつて、オスマン帝国領ブルガリアの一部であり、トルコ文化の影響が強く浸透していることと、関係している。マラムレシュ地方の典型的な音楽の楽器構成は、ゾンゴラとバイオリン、時に、これにドラムを加えたものである。 サクソフォン、アコーディオンはより近年になって持ち込まれたものである。1990年代の終わりに、地域固有の音楽に注目を向けるため、マラムジカル音楽祭が開かれた。オアシ地域では、より感高い音に変えられたバイオリンが使われ、ゾンゴーラが伴奏する。この地域の歌は、音の高い古い旋律の要素を持ち、他に類を見ない。モルドバ共和国を含む、 北東部のモルダビア地方では、サンバルと呼ばれるツインバロムとバイオリンが最もよく用いられる。20世紀以前には、バイオリンはコブザの伴奏として用いられていた。バイオリン奏者のヨンドラゴイが代表的。チャーアン号の演奏家たちもよく知られている。モルダビアのブラスバンドは、セルビアのものとよく似ている。ブラスバンドではファンファーレ・チョカルリアが世界的に有名。 トランシルバニアは歴史的、文化的に中央圏と深いつながりがあり、この地域の音楽もその影響を強く反映している。ルーマニア人、ハンガリー人、セルビア人、ドイツ人、スロバキア人、ロマなど多くの民族が混在しているトランシルバニアはルーマニアの民族音楽の中心地であり続けた。バイオリン、ビオラ、コントラバスやツインバロンが主に使用される。 これらは結婚式など様々な場面で使用される。ハンガリー人の音楽は特にハイノリーやレジェナイズが知られている。チャーン号は独特の方言を持ち、その音楽も特徴的なものである。ウテガルドン、またはガルドンと呼ばれる弦を棒で叩いて音を出すチェロに似た独特の弦楽器が有名である。首都のブカレストを含むムンテニア地方では、フエト、 バイオリンが伝統的な旋律の要素であるが、現在では、クラリネットやアコーディオンがそれ以上に多用される。代表的な奏者は、バシレ・パンデレスクやイリエ・ウディラなどである。オルテニアの民族音楽とダンスは、ムンテニアのそれと非常に類似している。バイオリンとバグパイプ、サンバル、ギターが多用される。ルーマニアの民族音楽として最もよく知られているのがドイナである。ドイナは指摘で、 メランコリックであり、そのため時としてブルースと対比される。ドイナはゆっくりしたテンポで自由なリズムで演奏される。同じメロディが異なる歌でリピートされることもある。地域別のドイナその他のドイナハットカートライト、ガース、ドゥーミトゥルーかキュリカベーク。 ザガーディアン h t t p s www.theguardian.com, slash, news, s l 2007, slash, december, l a s h 12, g u r d i n o b i t u a r e i s 20020年1月8日閲覧ファンファーレジオカーリア。<music> ファンファーレ、チョカーディアなど、バンド名の発音に変遷が見られる。ニューグローブ世界音楽大事典第10巻、講談社館、1994年10月発行。 p319http コロンスラッシュスラッシュ www.eliznik.org.uk スラッシュ ro mani amusic スラッシュ zo n g o r h t m h フェスティバルルプテラフェララーコンスティンティンループプリマエジチエマイナス www.centrulcreatieibt.ro.2020 年1月8日閲覧。ありがとうございます。